はい、どうもこんにちは、カーリーです。こんにちは。はい、本日サムネを見てお分かりの通り、マッチングアプリで知り合った方とデートに行ってきました。なんでそんなテンションが低いのって感じだと思うんですけども、はい、ちょっとお話ししていきたいと思います。今回はですね、マッチした方が1個下の方で、普通にお仕事をされている方です。はい、お顔の方はですね、私結構誰でもイケメンって思ってしまうタイプなのでイケメンです。あのさ、なんかイケメンイケメン言ってるから、めちゃくちゃかっこいい人でしょみたいな、あの顔考えた方がいいよっていう人結構いると思うんですけど、あのね、あの誰を見ても割とかっこいいなって思うタイプなので、あの幸せ人間です。なので、あなた顔のこと考えた方がいいよっていうね、アンチとかいると思うんですけども、そんなあなたもかっこよく見てるっていうことで、私は、はい、幸せです。はい、そんなことを話したいんじゃないんですよ。何系って言ったらエグザイル系です。ちょっと海外の血が入ってそうみたいな感じの顔つきの写真だったのね。実際に会ってみたらそこまでなんか彫りが深いとかそういう感じではなかったんですけど、写真のイメージはそんな感じでした。写真とのギャップもあんまりなかったし、逆に写真よりは可愛く見えるなみたいな感じでした。今まで年下でこの人いい人だったみたいなの記憶ないんですよね。なので、あんまり年下の方とマッチすることないんですけど、でもなんかそういう風に自分の中で壁を作ってしまったらダメだなと思って、今回マッチすることにしたんです。昔からこの職種の人とは絶対に結婚しないって決めてる職種があるんです、一つだけ。その職種の人だった、そういうね、決めつけも良くないよっていう気持ちもありつつ決めつけてたんだけど、今回そう、雰囲気良さそうだし話も合いそうな感じするなってプロフィールで思ったのね。だからマッチすることにしました。なんかそういうね、壁を作ってしまうのとか、なんかそういう制限をしてしまうのって本当に良くないなって思って、年下だしその職種だけど会ってみることにしました。その方と2週間前くらいになんか会ってみませんかってなって、日にちを今日にしました。で、どこ行くかっていう話になった時に、お昼でも夜でも大丈夫ですよって言って、行きたいところがあれば行ってくださいみたいな感じで、お互いに調べてっていう感じだったんですね。で、彼の方が調べてた美味しそうなところを全部海鮮系の居酒屋さんでちょっと高めでしたって言ってたから、あ、海鮮系が食べたいんだったら私が知ってるお店あるなと思って、ここどうですかみたいな感じで私が提案して、でそこに決まったんですね。で、2週間前ぐらいに決まってるからさ、結構先じゃん今日まで。これみんなもそうか分かんないけど、私あまりにも予定が先すぎるとなんか行くの嫌になっちゃうんだよね。はい、できれば近い日にしたいっていう感じなんですね。あまりにも先に立てすぎると嫌になってきちゃうの、なんか難しいね。これはね、私の直さなきゃいけないところだとは思うんですけども、なかなかね難しいね。どうやって直すんだろう。だんだんモチベが下がってきちゃうんだよね。あ、近づいてきた楽しみってなるはずなんですけど、私なぜか近づいてきたどうしようみたいな、もうなんかやりやりてきちゃったってなるタイプで、約束をするならもう1週間前とかくらいがいいなって。あまり2週間とか経っちゃうと、なんかその間もなんか気まずい感じ、なんかなんつんだろう。いや、それは話が合わないからなのか。なんかちょっとね、2週間時間先っていうのはちょっと嫌になってきちゃうなっていうのがありますね。今日が嫌だったかっていうわけじゃないんですけど、すごいモチベが高いわけでもなく、なんか、あ、今日会う日だみたいな感じで行きました。2週間前ってなると気が重いんですよね。難しい。そんなんやったらさ、なんか旅行とかね、予定立てられないじゃんって思うと思うんですけど、また旅行とかってなると違うのよね。なんかただ初対面の人と2週間後にご飯っていうのがなんかちょっと先すぎて、なんかいや、これはもう、人の問題なのかもう分かんない。モチベが低かったっていう話です。んで、いつ会うかは2週間前に決めてたけど、お店は最近決めてて、でお互いに休みみたいな感じだったから早めの時間に会おうってはなってたんですよ。で待ち合わせどうするかっていう風になった時に、
その前に少しお話ししませんかって言われて、えってなったの。居酒屋さんに行く前に少しどこかでお話しするっていう、んってなって、で、まあ、そういう人もいるんだなって思って、少しお話ししませんかって、どこでお話しするんだろうって思ってて、カフェとかっていうことですかみたいな感じで言ったら、あ、そうですみたいな感じになって、で駅近くにカフェがあったので、あ、じゃあそこ集合にしませんかって言ってて、でそこ集合になりました。で今日当日にその彼の職場の人が体調を崩してしまって、もしかしたら出勤になるかもしれないからお酒が飲めないっていう感じだったんですね。お酒飲めなくても、まあ、そこのご飯屋さんね、海鮮系が美味しいし、ね、お酒なくてもいいかなって思ってたんです。私最近お酒飲んでたわけじゃないからお酒もなくてもいいなみたいな感じだったんですけど、そしたらね、なんか急に、じゃあトリトンにしませんかって来たの。回転寿司屋さんってなってえってなって、初対面で回転寿司屋さんですよみたいな感じで、あの、受け入れました。でそのね、地方から来たから美味しい海鮮をね、北海道で楽しみたいということで、で海鮮も食べたいって言ってたから、あの、トリトンってなって、別にね、その居酒屋のままでも良かったと思うんですけど、でももしかしたら彼はあのお酒を飲みながらそのご飯を食べたいって思ってたから、居酒屋じゃなくて、あの、別のところにしようって考えてくれたのかもしれないんですけどね、急なトリトンでびっくりしました。でしかも、あの、家の近くにトリトンないから、車で札幌方面に向かわないとないんですね。だから迎えに行きますねって言われてお迎え来てもらって、一緒に車に乗ってトリトンへ向かいました。私的に初対面の人の車に乗るっていうのが結構抵抗あるタイプでして、変なことされるとは思ってないんですけども、知らない人と密室で長い時間いるっていうのがちょっと厳しいなって思うんですね。車内ってさ、結構人のさ、その匂いがするところじゃないですか。シンプルになんか、あ、ちょっとこの人の匂いダメだなっていうの絶対人ならあると思うんですけども、何十分っていうなんかうえってなりながら車に乗るのも辛いし、帰りもお腹いっぱいになって美味しい気持ちになるのうえってなるのも結構辛いし、密室すぎてなんか静かすぎて会話してないと気まずい感じになるじゃん。それを初対面の人と過ごすって結構大変だと思うんですね。パナドライブとかもきついなって思っちゃうんです。会話つなげようと思えばいくらでもあの出てきます。全然いけるんですけど、すっごい気使って気づかれしてわーってなっちゃうから、あの、初対面のドライブはあんまり行かないんです。あまりっていうか行かないんです。で、ね、車出してくれるのもすごいありがたいし、で迎えに来てくれるなんて最高っていう感じですし、あの、すごい大きい車に乗っててわかっこいいって思ったし、あの、すごいんですけど、車に乗るのかって思ったのね。まあただその彼はいい匂いがしたのであの、全然苦ではなかったんですけど、しかもなんか私が結構ね、あの、話しかけてそれに答えてくれるっていう感じでちょっと話が続いたりとかもしたから全然良かったんですけど、これがなんかそういう感じの人じゃなかったらめっちゃ辛かったなって思うので、車に乗るってリスキーだなって思うんですけど、んで、はい、車に乗ってトリトンまで向かいました。でトリトンで持ち帰り用の人もいたし、あの、順番待ちしてる人もいて、ソファーで待ってたんですね。楽しみですねっていう会話だけじゃ繋がんないぐらいの待つじゃん。すっごい待ったわけじゃなかったんだけど、まあ待ったには待ったので、その間にね、何話そうとか思っちゃって、え、こうなんですか、ああなんですかって聞いてて隣同士でお寿司屋さん行って街のソファーでそんな話をしてるっていうのがちょっとなんか面白い光景だなって思いますね。思ったよりも早く呼ばれてカウンター席に移動っていう感じだったんですけど、結構きつ近かったの、こんくらいだったの、結構もう腕ぶつかるなぐらいに近い席でして、結構もうすぐ隣にいるみたいな感じで、嫌な感じはなかったです。隣にいられても大丈夫でした。
で、気になった点をちょっと言っていきたいんですけども、またって感じだと思うんですけど、お茶の粉を先に彼が使って、で私が使おうと思った時に彼側にお茶の粉があったっていう話をしてます。で、あ、どうぞみたいなのもなく、私のが先にお寿司来て、あ、食べますねみたいな感じで食べる時も、醤油そっち側にあるけど取ってくれる感じでもなくっていう感じで、なんかそれを思った時に、え、私ってわがままなのかなって思ったし、今までそういうのあんまり気にしたことなかったなって思ったんです。まあ、真ん中にあるとかおはいみたいな感じで渡してくれたりとかしてたんだなって気づきました。でも相手にはどうぞっていうタイプなんだなって思って、客観的に思えて、初対面の人に、なんかすいませんそれ取ってもらっていいですかとか、なかなか言えないタイプなんだなって気づきました。新しい発見、何の話って感じだと思うんですけどね。お寿司頼むってなった時も、じゃあそれ美味しそうってなったら、で2個頼んでくれたりとか、そういうのわさび入りにしますなしにしますとか聞いてくれたりとかして、優しいなって思ったんですけど、ある程度経ってきたら、自分で思ったやつ2個とかにしようとしてて、なんていうの、私の分も頼んでくれようとしてて、あ、私それいらないですみたいな感じでなって、あ、なんか気を使ってくれようとしてるのかな、それとも私も食べるもんだと思ってるのかなと思って、なんかやっぱちょっとよくわかんない感じで、で、あの、日によって食べれる日食べれない日あるんですけど、今日そんなに食べれない日で、私結構お腹いっぱいになったんで、なんか好きなの頼んで食べてくださいって言ったけどさ、僕もお腹いっぱいになりましたって言ってて、なんか食べにくいなって、気使われたら困るなとか、なんかちょっといろいろなことを考えてしまいましたが、ネタが大きいしシャリも大きいしっていう感じで、だから本当厚みもあるし、結構お腹いっぱいになって、2人で行ったのに14皿ぐらいしか食べなくて、一番最初に頼んだタチの軍艦とか500いくらとかする感じで、結構高めなお寿司屋さんなんですね、トリトンって。ご存知の方もいると思うんですけど、結構お高めなの。イカの柚子胡椒とかで230いくらとかだったかな。私イカの柚子のやつが好きでそれを食べたんですけど、それもちょっといつも食べるよりは高いやつだったりとか、ほんと高いやつだったら500円超えるようなのとかあるんですけど、本当なんか変なとこで貧乏症が出てくるんですね。回転寿司は100円寿司とかしかあんまり行ったことがなかったのもあって、初めてちょっと高めの回転寿司屋さんに行ったのが20前半、本当に20歳とか21とかぐらいだと思うんですけど、もう母にね、その時にご報告をしたぐらい、私はもう本当衝撃を受けたんですけど、値段を見てお腹いっぱいになったの。こんなに高いんだ、高いお寿司屋さんでお寿司を食べたことがなかったから、なんかあ、もうお腹いっぱいになってきちゃったみたいな感じになっちゃったの。トリトンはそれ以上に高くてびっくりして、こんなの食べちゃって大丈夫なの私っていう気持ちになっちゃうのね。そんな高いと食べるに食べれないっていうか、なんて言うんだろう、心置きなく食べられないっていうか、ちょっと高いものを目にしちゃうとね、もうさ、決まって2000円のステーキですって言われるんだったら、あ、2000円ねってわかるけど、なんかその毎回頼む系ってさ、計算もしづらいし、なんか考えすぎちゃうのよね。もしここで割り勘ってなればいいけど、もしこの人がご馳走してくれる気があった時に、なんか申し訳ないなっていう気持ちになっちゃうの。だから払える分ぐらいしか食べないんですけど、でもなんかすごいなんか申し訳ない、あ、そんな高いの食べるのみたいな感じで思われたらどうしようとか、なんかそういうことを考えすぎちゃうんですね。気を使いすぎちゃってからね、こんなの食べていいのかなとか、なんか思っちゃうの。まあ、自分で払う手でその考えながら食べるんですけど、それでもなんか、わ、500円もするんだこの軍艦みたいな、めっちゃ美味しかったんだけどね、めっちゃ美味しかったんだけど、それが一番美味しかったんだけど、なんかそういうのでお腹いっぱいになっちゃうっていう感じで、なんか相手にも気をつかせ忘れてしまうなって思いましたね。今回なんか伝わりますか？毎回私ご馳走してほしいとは思ってないんです。自分の食べたものぐらい自分で払うよっていう気持ちでいるんですけど、
本当彼がご馳走してくれて本当にありがとうみたいな感じになりました。男気ポイントプラス1って感じですね、はい、男気ポイントなんてねなかなかもらえることがない。ポイントつけるなって感じだと思うんですけど、ポイント制にするとそういう感じでね1ポイント追加になりました。ご馳走してもらえて美味しいものを食べさせてもらえてすごく良かったなって思います。ご馳走してもらえたのになんかそんなことをぐじぐじ言ってんじゃねえよって思うかもしれないんですけども、またそれとこれとは違うよっていう話で、ご馳走してもらえたからどうこうじゃなくて、そもそもなんかその話は、まあ合うかなみたいな感じで、でもちょっと気を使うなっていう感じがちょっと残ってます。話を私が振ることが多くて結構疲れちゃったっていう感じですね。これが慣れてきたらそういう感じじゃなくなるのかもしれないんですけど、まだ1回しか会ってないから分かんないですっていう感じです。まあこんだけ喋ったんですけど、今日何が言いたいかっていうお話なんですけど、初対面でトリトンはやめましょうっていうお話です。美味しかったし大満足だし、なんか仲良くなれたから全然良かったけど、人によってはめちゃくちゃ緊張するかなっていう感じですね。しかもトリトンってすごい美味しかったからね、普通にこう友達とご飯行くとか家族でご飯行くならぜひおすすめですっていう感じなんですけど、シャリも割とでかいしネタもでかいから一口で口の中に入れるのが結構難しい。だからなんか軍艦とかもプロ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 ってなっちゃうし、胃がプロ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 って出てきちゃうし、炙り系のなんか長いやつ、長いネタが届いたのね、一回じゃ口に入んなくて、なんかでも切れなくて、だから一回こうなんかもちゃもちゃして、なんかそのネタだけをこう折りたたんで口の中に入れて、その後シャリを入れてみたいな感じで、結構ね一口で行くの大変だったんですね。そういう時にはそういう場所は向かないなって思いました。食べてみたいっていう気持ちはわかるよ。地方から来てさ、北海道の美味しい海鮮を食べてみたいです。周りに同期とかもいるけど結婚してるから、なかなかそのどっか一緒に行ったりとかもなく、行ける友達もこっちにいないから、ってなんか一人でご飯食べに行くことになっちゃうから、なんか一人じゃ行きづらいなっていうところを選んだっていう感じかもしれないんですけど、彼は一人でお寿司屋さん行って味わうっていうことより、誰かと一緒に美味しいねって言って食べたかったんだなって思って、ちょっと可愛いなとは思ったんですけど、はい、初対面でお寿司屋さんは向かないなって思いましたね。ね、これも美味しそう、あれも美味しそうって言ったりとか、美味しかったからお金持ちになったら毎週でもここに食べに行きたいとか言ってるのはすごい可愛いなって思ったんですけど、それは年下だから可愛いなって思えたけど、これが同い年とか年上だったら同じく可愛いなっては思えないんだろうなって思ってました。もう混んでるから出ましょうってなったのね。で、まあ割と早く出ました。迎えに来てくれたところに送ってくれたんです。私の車の隣に停めて、でちょっとお話ししたんですけど、ちょっとまだ時間あるならちょっと車の中でお話ししませんかとか、そういう感じでもなく、私はこれ自分の車の横にね止めてくれたから、あ、私ってこのどのタイミングで出ていけばいいんだろうみたいな、あ、本日はありがとうございましたみたいな感じでもう出てていいものなのか、ちょっと話そうって私が言った方がいいのか、ちょっとよく分かんなくて、どうしたらいいんだろうって思って、でなんか全然さ恋愛の話をしてないことに頭が向かなかったのね。私どうしたらいいんだろうこの状況みたいな感じになっちゃって、あと何質問したらいいんだろうみたいな話結構したなみたいな感じで、どうしようみたいな方に頭が向いちゃって、ある程度喋ってからじゃあみたいな感じで車を後にしたんですけど、返信をしようと思って携帯を開いたらですね、なんと2時間しか経ってなかったっていう、早ーみたいな、16時に集合して18時に解散って早ーってなってびっくりしました。まあ確かにさ、札幌でなんかカフェでお茶しましょうってなった人が前にいたんですけど、その時もまあ2時間くらいっていう感じだったんですけど、にしてもなんか早かったなーみたいな感じの気持ちになりました。そこから一人飲みしてた居酒屋さんに久々に行ってみたりとかして、はい、お酒を飲めました、はい、まあ、そんな感じで、まだこんな時間なんだみたいな
なんかこんな時間だったらもうちょっと話しましょうとか言えばよかったなとか、なんかもうちょっと聞きたい話あったなって、でもなんかずっといるの、なんか何時間もいるの結構しんどいなとか思ったり、なんか複雑な気持ちでした。だから聞きたいことを全部聞けたわけではないけど、なんか心残りっていう感じですね。また会ってみてお話ししてみたいなって思います。一回じゃね、わかんないしね。で、あと、もう一人ですね、連絡を取ってる方がいてですね、その方とは年始に会う予定をしているので、その方ともお話をしてみたいと思っております。2回目会うことになるかわかんないですけど、私がね、また会いましょうみたいな感じで言ったけど、本当に会えるかわかりませんし、なんか会話がそこまで続くのかもちょっと疑問なんです。なんですけど、まあ頑張ってちゃんと返信を返してやり取りしていきたいなって思ってます。ご視聴ありがとうございました。マッチングアプリで会った人、いい人だといいですね。応援してますっていう人、グッドボタン。見たよっていう人もグッドボタンお願いいたします。この動画まだチャンネル登録されてない方結構いますので、こちら側の黒いボタンピッて押してあげてください。お願いいたします。 Instagram、TikTok もやってますので、ぜひそちらのご登録もお願いいたします。また後日談が出てくると思いますので、お楽しみに。では皆さん、バイバイ。